白銀十二五月十八日から1989年11月20日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。山口県出身。商業、塩村製造の息子として生まれ、白銀家の養子となる。広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1916年5月、陸軍士官学校を卒業。 同年12月、不評少尉に任官し、この F 表第3連隊付となる。1924年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。1925年8月、この F 表第3連隊中隊長となり、陸軍不評学校協会を経て、1929年9月から1931年11月までアメリカに駐在。 1930年8月、不評調査に昇進。1931年11月、不評第26連帯大隊長に就任し、不評学校教官、教育総監部会員を経て、1935年8月、不評中佐に進級し、関東軍参謀に着任。1937年7月、混成第二旅団参謀に就任し、同年8月、 陛下を航空陛下に転じ航空兵中佐となる。同年10月、第26師団参謀長に就任し、日中戦争に出生。1938年3月、航空兵大佐に昇進。1939年3月、下沈陸軍飛行学校教官となり、飛行第10戦隊長を経て、陸大教官に移動。1941年3月、 陸軍少将に進級し太平洋戦争を迎えた。1942年2月、白木湖共同飛行団長となり、第一航空軍司令部付け、下志飛行学校長、防衛総参謀副長、検討部軍参謀副長を歴任。1944年10月、陸軍中将に進んだ。1945年2月、第7飛行士団長に親保され、 フィリピン攻防戦20時、同年7月、第9飛行士団長に転じ、スマトラ島のバレンバン油田地帯の防衛にあたり、終戦を迎えた、1946年7月に復員。ありがとうございます。